グスコープ鶏の伝記、宮沢賢治。グスコープ鶏はイーハトープの森に暮らす木こりの息子として生まれた。冷害による飢饉で両親を失い、妹と生き別れ、工場に労働者として拾われるも、火山噴火の影響で工場が閉鎖するなどといった苦難を経験するが、農業に携わった後、空母大博士に出会い、学問の道に入る。課程の終了後、彼は弁念老技師のもとで、イーハトーブ火山局の技師となり、噴火被害の軽減や人工降雨の利用した放避などを実現させる。前後として無事成長し、牧場に嫁いでいた妹との再会も果たすのであった。ところが、ブドリが27歳の時、イーハトープはまたしても深刻な冷害に見舞われる。カルバナード火山を人工的に爆発させることで大量の炭酸ガスを放出させ、その温室効果によってイーハトープを温められはしないか、ブドリは飢饉を回避する方法を提案する。しかし、クーポー博士の見積もりでは、その実行に際して誰か一人は噴火から逃げることができなかった。犠牲を覚悟したブドリは彼の才能を高く評価するが、故に止めようとする空母博士や弁念老技師の冷静に説得し、最後の一人として火山に残った。ブドリが火山を爆発させると、例外は食い止められ、イーハトープは救われたのだった。